皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平と妻、マミコさんが2日、日本時間3日、ドジャースタジアムで行われたチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄に出席。今年3月の開幕戦以来の2ショットが話題になった。また、ドジャース奥様会での立ち位置の変化にも注目が集まっている。写真。 何かすごいと集合写真にファン驚き、ドジャース奥様会の立ち位置が激変した大谷妻、マミコさん。今年で8回目となる同イベントに大谷は黒のジャケット姿で、マミコさんも両腕がシースルーになった黒のジャケットに黒のパンツを合わせた黒コーデ姿で参加。左手薬指にはめられた指輪などにもファンは釘付けとなった。もう一つ注目を集めているのは ドジャース奥様会の集合ショットだマミコさんは今年3月の奥様会初登場時には最高列の歌んに。しかし、今回のチャリティーイベントの集合ショットでは最前列のやや中央でカメラに収まっていた。ドジャース奥様会がインスタグラムに投稿した写真にネット上では、ひときわ美しい翔平ワイフ、何かすごいね。嫁さん集合写真。 上品で綺麗、日本だと奥様が集合して写真を撮るとかないので素敵なこと、最もエレガントな女性グループなどの声が寄せられていた。モデルでタレントのアイバン、40が4日、自身のスレッド、スレッズを更新。ドジャース・大谷翔平投手、29が2日、日本時間3日にドジャースタジアムで行われたチャリティーイベント。 ブルーダイヤモンド柄にマ美子夫人と共に参加し、ブルーカーペットに登場した2人のコーディネーションについて言及した。写真、モデルのアイバン、大谷夫妻は共に黒で統一、大谷はダブルのスーツにホワイトのシャツ、マ美子夫人は両腕がシースルーのジャケットにパンツ姿だった。ポイントについて聞かれると大谷は、これはボスのものなので。 特に僕は選んでないですと照れたような表情を浮かべていた。これにアイバンは、大谷翔平さんのさ、スタイリングの話しさ、普通に人間見合って可愛いって思ったのダメ。とつづり、奥様もきっとあまりファッションにとらわれないマインドというか、ザ・スポーツ一筋人生同士というかいいじゃん、全部に100点求めなくてって思うと含みを持たせながら持論を展開した。さらに大谷について、 思うんだけど、小友児、やっぱり危なっかしいまだ実家住みから離れたばっかの弟みたいに見ちゃうから私、お姉ちゃんが良かったととろ。続けて、一平に関してもさ、ほら、お姉ちゃん言ったでしょ。はじめからあの人は苦手よって、みたいなねうるさい小じゅうとだろうな、とし、大家の通訳を長年務めた水原一平容疑者、39。 が違法賭博疑惑絡みで訴追された事件も気になっている様子だロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が現地5月2日ドジャース・スタジアムで開催されたチャリティーイベントブルーダイヤモンド・柄、ラに妻のマミコさんと共に出席大家のフォーマルコーデが米国でも話題になっている動画モデルみたい大谷翔平マミコ夫人が披露したお揃いのブラックコーデをチェック この日、大家は自身がブランドアンバサダーを務める、ボス、のダブルスーツに身を包み登場。自身の体格よりも少しオーバーしたゆとりのあるシルエットだった。髪型はセンター分けにして、落ち着いた大人の雰囲気を醸し出した。そうした中、ドジャース専門メディア、ドジャーブルー、が、X、旧ツイッター、で大家のスーツの着こなしについて言及。 このスーツは多くの話題を呼んでいますが、ゆったりとしたスーツは日本特有のスタイルのようだと報じた。これには米国のファンもすぐさま反応。ああ、確かにそうだ。日本にいたんだけど、これが彼らのスタイルだ。東アジアではバギーが流行中。90年代のムードが漂うなど、様々なコメントが寄せられている。どう思いますか気に入っていただけると嬉し,しいです。 また次回お会いしましょう。